ご紹介します。まずは、みんなの人気者、ミッキーマウス。そして、いつもおしゃれなミニーマウスです。さあ、ミッキー、ミニー、もう少し皆様のお近くにご挨拶に行きましょうか。それでは、彼より皆様のお近くに、ミッキーとミニーがご挨拶に伺います。どうぞ近くに来たら、元気いっぱい手を振って、仲良くしてくださいね。 さあそしてぜひコスチュームにもご注目いただきたいと思います。なんと今日は100周年を記念した特別なコスチュームで駆けつけてくれましたよ。しっかり皆様の目に焼き付けてくださいね。<laughs> 皆様にお会いできて二人とも本当に嬉しそうですね。 たくさんの方と仲良くできているようですねあらミッキーが誰かお友達を見つけたみたいねそれじゃあミッキーミニお友達と一緒にステージに戻ってきてねではご紹介させていただきますウォルトディズニージャパン株式会社目黒アーチーさんです 一言ご挨拶お願いしますえ皆様ディズニーワンハンドレッドフィルムフェスティバル、えー、ご来場いただきまして誠にありがとうございます、えー、ミッキーもミニもありがとう、えー、今日は短い時間ですが、えー、と思いっきり楽しんでいきましょうよろしくお願いします目黒さん本日はよろしくお願いいたしますあらミッキーミニー何か聞こえてきたわね さあ皆さんスペシャルゲストが会場に到着されたようです拍手でお迎えください山寺光一さんですよろしくお願いいたします <laughs> あらこの音楽はもう一人ご到着されたようです 拍手でお迎えください。松隆子さんです。<laughs> よろしくお願いいたします。ねえ、ミッキー・ミニー、たくさんの方々とこうしてお祝いすることができて本当に嬉しいわね。改めてご紹介させていただきます。ドナルド・ダックをはじめ、アラジンのジーニーやスティッチなど、 これまで実に多くのディズニーキャラクターの吹き替えを担当されています。山寺孝一さんです。皆さんおはようございます。主に青系のキャラクターを担当させていただきます。<laughs> 山寺孝一です。やっぱりミッキー・ミニー大スターですね。まあ、ドナルドとしてはちょっと嫉妬もあるんですけども。ええ、今日はよろしくお願いします。楽しんでいてください。ありがとうございます。そして、ディズニーアニメーション、アナと雪の女王で、 エルサの吹き替えを担当されました松たか子さんですこんにちは松たか子です、えー、私も同じく寒食系のキャラクターを担当させていただいております今日はあのこの場にいられてすごく光栄ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、皆さん本当に今日はご来場いただきありがとうございます、えー、ディズニーは10月16日に100周年を迎えます この記念すべき100周年に合わせてディズニーからファンの皆様にお伝えしたいのは感謝です100年にわたっていろいろ紡いできた物語キャラクターを愛していただいて本当にありがとうございますこれまで届けてきたディズニーアニメーション61作になります最初は「白雪姫」 から始まってということで今回のディズニー100フィルムフェスティバルはアニメーションの中からよりすぐりの8作品を大画面でお届けしようという企画になっております100周年に合わせて全国100巻でお見せするという企画になっておりますお願いいたしますありがとうございます ではせっかくなのでここからはディズニーアニメーションについて皆様で語っていただきたいと思います。ぜひめ黒さんからいろいろとお二人に聞いていただければと思います。はい、今日はありがとうございます。こちらこそ。ますます。マツさんご無沙汰しております。お久しぶりです。前回お会いしたのがえっとアカデミー賞。そうですね。のあの、はい、あの <laughs> あの時ご出演の時が最後だったかな、ね。そうですね。あの時、ね、行かせていただいてそれ以来。 ですかはいありがとうございます。見見ててままししたた生でありがとうございます。あの歌をね、各国の方々と歌われた時ですね。いろ<ー>んなエルサと。どうでしたその時のいやもうエルサたちがもう本当にプリンセスというか明るくて前向きにどん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 考えていく人たちであの楽しかったです。私はあの出番終わってすぐ帰ってしまいましてみんなはあの スタジオのほう見学ツアー行くのとかもうイケイケでな <laughs> んで帰るのタガコみたいなそれ言われながらあのアメリカを後にしましたね <laughs> みんなパワフルで素敵な女性たちでした素晴らしい歌声でしたで<も>素晴らしかったですね皆さんねありがとうございます、ね、今日ずっとその話しましょう <laughs> いあいろいはだから<え>周年はい周年はい、はい、よろしくお願いしますえー、っとまず1問目です え松さん山寺さん、えー、ディズニーアニメーション映画、えー、の魅力おズバリなんだと思いますか、えー、松さんの。<laughs> ズバリ？ええなんでしょう私が語れるものでもない。でももうやっぱり見た人がわあってわあって思えたり、本当に声に出しちゃったりするのわーな気持ちを。 呼び起こさせてくれる力があるんじゃないですか。まあ、ディズニー、どうかななんて言ってる人も、わーってなんか、思う一心は絶対あると思うんですよ。なんか、それを作り出し続けられる、それこそ魔法のような、それは魅力、叶わない何か力を感じますけど、より素晴らしい答えを言ってくださる。や,やめてください。<laughs> 片岡先輩が <laughs>。 <laughs> 山寺さんよろししくお願いしますいやこの質問に対して、さっき打ち合わせで、一言でお願いします一言でディズニー、ね、アニメーションの魅力なんてなかなか言えないんですけど、と思うんですけども、人類みんなが楽しめるっていう、もう年齢とかね、もう国とか何にも関係ない、みんなが楽しめるっていうところが基本的にあるんじゃないかと思いますし、それと、やはり圧倒的なクオリティだと思います、それはストーリー性もそうだし、そこにユーモアのセンスがあったり、でメッセージ性もあると。 それとそのテクノロジーの凄さと、でもなんか人が作ってる温かみもあるっていう、全部入ってるで。もちろんね、ディズニー以外のアニメーションだって頑張ってるし、日本だっていっぱい作ってるから、でもやっぱりディズニーアニメーションがあるから、みんなやっぱりそれに負けないものとか、そうね、作ろうと思ってどん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 切磋琢磨し常にトップにはディズニーのアニメーションがあるから、これだけね、アニメーションっていうのが世界中で愛されてると思うんで、えー、だと思います。 一生懸命まとめました <laughs> まとめていただいてありがとうございます逆にちょっと視点を変えてお仕事としてのディズニーアニメーションに声を入れるということで深いつながりを持っているお二人ですがボイスキャストとお仕事をされる時のお気持ちその仕事として向き合う時の何か違いというか特別なことあったりしますでしょうか山寺さんの。 はい、やはりあの、とっても光栄です、まずやらせていただくことが、でもその反面、すごいプレッシャーといいますか、先ほど僕、自分で言ったんですけど、その圧倒的なクオリティであると。ってことは、もちろんそのオリジナルのキャストの方の声も本当に選び抜かれた、すごい方がやってるわけですよ、それを日本語機械版として携わるってことは、もう、ずっとこう歴史に残っていくわけじゃないですか。だと本当に あのちゃんとやらないと大変なことになるなとあの声声優のやることって本当にたくさんある作業の中でごく一部だと思うんですけどそれで作品のクオリティを上げるのはすごい難しいんですけどだめにするのは簡単だと思うのでそういう意味ではものすごく心して、えーまあ、挑むという感じになってますね。はい、ありがとうございます松さんは いやもう本当にもう何でしょう,こう修行の山にこもるみたいな感じですかレコーディングしている間はガラス越しに監督やあのエンジニアの方がいらっしゃるんですけどもう全く振り向けないですもう画面エルサの画面とマイクに向かって必死に歌ったり喋ったり監督の顔をうかがえる余裕もないぐらい。 だからあまり見る方にはの夢を壊しちゃうような本当に山ごもりみたいななんかもうなんか覚悟していかなきゃいけない山みたいなもうそうこれでもうその山に登れなくてももうそこに行けなくてもいいというつもりでこう一言一言こう吹き込むつもりでや,やりたいお仕事です 本当にお二人の声が入ると本当にあの映像にあの日本人としてあの息が吹き込まれるまさに今の言葉だと思います本当に感謝申し上げますあの実際映像の方も実際ディズニーのアニメーションって計画段階から5年ぐらいかけてあ一作何百人も関わって一つ一つこう作っていく中でえそれだけの人の心と気持ちが入って。 で最後に日本版としては、あのお二人のような、あの素晴らしい声が入ることによって。仕上がるというふうに思ってます。本当にありがとうございます。しお願いしますありがとうございます。え、ドさん、最後にもう一問ぐらい。いきましょうか。はい、えー、っと。そうですね。ディズニーアニメーション作品の中で。えー、印象深いセリフふとした時に、思い出される。キャラクター。 心に残っているものをぜひシェアください。松さんから。私いろいろ考えて、あの雪だるま、雪だるまちゃんの言葉ですか。オラフ、オラフのセリフで、えなアナに対して、えっ、ー、とアナと雪の女王のワンの方かな。で、えっ、ー、となん言葉がさちゃんとさ あの、思い出せないですけど、暖炉の前でもう凍えそうになってる穴に対して、出ていますあれ違う。あの <laughs>、<あの S 2> 出ました。あ、出ました。はい。じわーっと出ました。そうです。はい。<laughs> これです。<laughs> なんか <laughs>、私が言うとね、うん、彼のオラフの声を想像して、皆さん読んでください。はい、うん、っていう、あ、俺やってなかった。あ、<laughs> 違う。あのー、やただ、びっくりしたと違う,違,う違いました <laughs> やりたかったと思いました。 すいません。何でもやりたいんで。わかります。<え>気持ち。はい。<laughs> なんかこの、彼の無邪気な顔、キャラクターから本質的なことを言われると、それこそ大人も、どんな人も素直に言葉をこう、聞けるというか、あのー、そうだねって言えるなんかやさ優しい、優しい言葉だなと思って、すごく好きなシーンであり、言葉です。はい。素晴らしい。 山田さんの言葉ああ次僕、ですか、はい、あ僕、はい、僕本当にあの声優界で山ちゃんずるいよって言われるぐらいあの本当にたくさん出させていただいてて <laughs> あのせっかくだから自分の出てる作品から、ね、選ぼうと思ったんですけどやはりあの「アラジン」の中で本当手前味噌ですみません手前味噌っていうかね僕が作ったわけじゃないですけどジーニーが言うセリフでアラジンに「君は何が願いだい?」って言われて「自由」って言うんですよね。でその後に えー、驚異の大宇宙パワーはでも宇宙は狭いのっていうね。そういうシーンがあったんですけど、その後に言う、えー、どんな魔法も、どんな宝物も、自由にはかなわないっていう。どんな魔法も、どんな宝物も、自由にはかなわないっていうね。えー、そういう。これは、これは自分のだから言ってもいい。このセリフは、もちろんね、あの、それ、まあ、 ランプのせいっていう、そういう自分の立場のことを言ってるんでしょうけど、やっぱり人間というのは基本的にやっぱり自由で、もちろん社会でね、みんなで生きてるから、秩序とか、もちろんルールとかね、そういうものは大,大事だと思うんですけど、基本的には自由で、何者にも支配されたり、抑圧されたりあのされるべきじゃないと思いますし、自分の意思でいろんなものを決めていくべきだと思うけども、まあ世の中はそうかっていうと、そうなってないこともいっぱいあったり。 それと本当は自由なはずなのに自分で心を僕なんかもそうなんですけどあこれ言っちゃったらあれかとかこういうふうに言われるかなとかいろんなことを自分で規制しちゃってもっと自由に発想していいのになんかいろんなことに凝り固まってしまう自分がいるんでいいじゃんっていう自由なんだよっていうのをなんとなくこれで思い出すというか、まあ、ふとした時に言ってよりも、まあ、ジーニーはいつもそばにいる感じがしてるので。 このセリフを選ばせていただきました。ありがとうございます。素晴らしい心のこもった言葉ありがとうございます。ありがとうございます。本当に大変貴重なお話をお伺いすることができました。私からも最後に皆さんにご質問をさせていただきたいと思います。ディズニー100周年フィルムフェスティバルは100年分の夢と魔法を映画館の大スクリーンでお届けしてまいりますが、これからの100年に向けて夢と魔法と もう一つの言葉をご登壇の皆さんにはあらかじめ考えてきていただいております目黒さんにはディズニーがお届けしたいものそして松さん山寺さんにはこれからの100年に向けてディズニーに期待したいことそれではお一人ずつ伺ってまいりたいと思いますではまず目黒さんからお願いいたしますはい、え僕の言葉はえっ、ー、とディズニーから今後100年も 夢とと魔法と感動で「感動」感っていう言葉は結構最近いろいろなところで使われてますが、えー、と漢字ではやはり漢字その漢字では <laughs> 漢字漢字とってやっぱり自ら動くということばになってますよね感動というのは。なのでこう与えられるものではなくて、えー、それぞれの方が。 えー、ディズニーのいろんなストーリーやキャラクターから何かを感じていただいてそれで自ら動くという,うパワーになればいいなというふうに思ってます。で、えっと、このコンセプトがあるのは今度あの12月に公開する100周年記念の「あのウィッシュという、えー、映画があるんですがそれもそう願うということはもちろん大事だしそう願いというものは あとても大事なことなんですけどやっぱり願いながら自分を自ら動いてそれに向かっていくというメッセージがある素晴らしい作品になってます、えー、なのでこういう言葉に今回はさせていただきました、はい、ありがとうございますでは続いて松さんお願いいたします私は夢とと魔法と勇気にしましまたあの結構ディズニーの作品出てくるプリンセスは、まあ、孤独だったりとか 何かこう心の中に何かを抱えて戦っているプリンセスもいたりしてそこからこう一歩踏み出す勇気をみんなが持っていてもうほんの小さな勇気だったり大きな勇気でいろんなあの形はあるんですけどもほんのちょっとの勇気さえあればあ何か扉は開けるのかなっていうことを私はプリンセスたちから学ぶのでこの言葉を選びました、はい、ありがとうございます。 では山寺さんお願いいします、はい、今後100年、ディズニーに期待することですよね。はい。難しいですよ。<laughs> ねえ、松さんは見事に勇気と。<laughs> 私はですね、ディズニーこうなってほしい。夢と魔法と平和の象徴。大きく構えました、私。いやいや、これはね、今まで平和の象徴って言えば、なんか、鳩みたいな感じとか、ピースマークとかあるじゃないですか。いや、このディズニーというこの文字を、 平和の象徴になるように。エンターテインメントはね、国境をも全部超えると、共通言語であると思うんです。同じあれ見たじゃん。アラジン見た中でしょ、と。<laughs> ね。だから、大変な争いしてるときに、マスさんの歌、歌う、ありのままで、レッティ・うがかかったら、<laughs> やめようよっ、つって、なるようなね。そんな感じになって、平和の象徴になってほしいなって思うんです。<laughs> <laughs> はい。そうなんかエ,エンターテイメントそういう力なんじゃないかと思うんですよ。うん、争ってる場合じゃねえじゃん、人間同士でってなると思うんで、うん、本気でこれは書きました。素敵に締めくくっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。百年後それを見届けたいと思います。<laughs> <laughs> さあということで今日はディズニーアニメーションに関するお話いろいろとお伺いしてまいりました。10月7日から全国で開催されるディズニーワンンハドレッドフィルムフェスティバルでは。 たくさんのお客様に改めてディズニーアニメーションの魅力を感じていただけることを楽しみにしております。では皆様ご起立いただいてもよろしいでしょうか。最後に全国のディズニーファンの皆様にメッセージをいただきます。まずは山寺さん、お願いします。はい、えー。この100周年という大事な時のこう,うイベントに あの、参加させていただいて本当に嬉しく思っております。えー、まず本当に今までいろんなディズニー作品に関われたことを感謝したいと思いますし、それを応援してくれた皆さんに感謝したいと思います。えー、でも本当にたくさん出てるんで、よかったらまあ劇場もありますけども、ディズニープラスでいろいろ見れるので、山寺宏一ディズニー出るといっぱい出てきますので、いつでも見れますんで、チェックして、ね、いい感想をいろんなところで呟いていただけたら、 嬉しいと思います。ついでにディズニープラスで言うと、マーダーズ・イン・ビルディングというのは、今第3シーズンでもうすぐ90歳の狭間ま夫さんと頑張っております。ぜひそちらもお楽しみください。今後もディズニー作品で一緒に楽しみましょう。今日はありがとうございました。松さん、お願いします。はい。えっ、ー、と、100周年という素晴らしい記念のこのイベントに参加することができてとても幸せです。えっ、ー、と、アナと雪の女王。 という作品を通して素晴らしいキャラクター素晴らしいキャストたちと出会うことができましたその感謝とともに私もこのフェスティバルの成功を祈っております今日は本当にありがとうございました目黒さんからもお願いいたしますはい、あの冒頭に申し上げたようにえっとディズニーからは本当に感謝です、えー、今日も本当にありがとうございますここにいらっしゃる皆様 ありがとうございます。全国、全世界の皆様にディズニーを愛してくれて、本当にありがとうございますという感謝の言葉のフェスティバルです。なので、えー、と今後ともディズニーをよろしくお願いいたします。本当に素晴らしいストーリーやキャラクターの扉を開けて、今後の100年もお届けしたいと思います。でも今日はこの瞬間、皆様と共有できた。 ことを何よりも嬉しく思います今日はありがとうございましたありがとうございました